Mind guys, I'm going to share a few tips for pronouncing this word, really. 今回はですね、この really っていう単語を、まあ、どうやったら上手に発音できるんだろうかっていうのを、まあ、ちょっと皆さんにシェアしようと思ってこの動画作りました。で、もうね、決まってますよね。多くの人が、そもそもこの r の音が、r、ね、この音が、まあ、うまくできないよっていう方もいらっしゃったり、これですね、lee。l が結構苦手っていう人がいますね。で、やり方知っててもできないっていう人も聞かれます。いろんなね、ネイティブの英会話講師の方と話してても、日本人ここが弱いっていう話をよく言われるんですよね。なんで、r がまだ言えてても、こっち言えてないっていう話が結構聞かれます。で、今回は、きちんとした説明をもう一回振り返ってちゃんとやるというのも含め、じゃあどんな風なことを意識したらこれ上手にできるんだろうかっていう、そのね、コツっていうのもお伝えしようと思います。そして一応ね、基本的にアメリカ英語で説明をするんですけども、じゃあイギリス英語でこれ言った時はどんな感じになるのっていうのも、後の方にちょっと加えようと思います。ということで、じゃあ、この R ですね。まずこれの単語の発音を普通にしてみると、こんな感じです。Really.Really っていう感じなんですが、R の発音についてはね、別動画、その説明のための動画を作ってあるので、ぜひそれ見てもらえたらと思います。ちょっとこの辺出しておくんでね。で、ざっくり言うと、ベロ巻くだとかね、引くだとかいろんな説明がね、R のやり方についてはあるんですけど、基本的にね、舌根と言われるベロの根元に力が入るようなやり方であれば、どっちだって OK なんで、皆さんそれ覚えておいてください。って言って結構この辺にキュッと力入ります。で、really, really っていう風になるんですが、そんな感じで R についてはまあこういう風にします。詳しく、もうちょっとちゃんとやり方、基本的な根本から教えてほしいっていう方はその動画の方を見てください。lee, これですよね。一応基本の、そのね、L の発音の仕方っていうのをおさらいしておくと、持ってくる。で、lay, lay ってするんですが、つまり L の音だけやってって言われると、こうなんですね。こうですね。っていう風になります。で、これを、まあ、ちゃんと考えてね。really で、lay ってやればいいだけの話なんですけど、とっさにやるとできないんですよね。なかなか。で、なぜかというと、日本語のラリルレロに別に同じに聞こえるんですよ、日本人にとっては。で、自分ではそこそこできてるつもりでもネイティブには足りないっていう話になったりするんですね。でね、じゃあ実際日本語のラリルレロのリーと、このレイがどれぐらい違うのかっていうのを一回聞いてもらおうと思います。日本語のリ、ly のリ、ね、日本語のリ、ly のリ、その順番でちょっとあえて繰り返してやってみようと思います。じゃあいきますね。リ、レイ、リ、レイ、リ、レイ。全然違うの分かりましたよね。きっとね。こうやって連続してやるとね。っていう感じで結構やっぱだからネイティブには違う音に聞こえちゃうんですね。で、そこでね、まあ、基本通りやればいいだけの話なんですよ。なんですよ。でも、とっさにやるとできない。じゃあ、そのとっさにやるときに、どうやったら上手にこれが発音できるようになるのかっていうのを、まあ、おっちゃんがね、考えてるやり方っていうのを皆さんに、お伝えしようと思いますが、なんとですね、th です。th。わかりますよね ?th。見える th。つまり、っていう音ですね。極端にやると、極端にですよ。極端にやると、ベロ噛むってやつです。せ、せ、せ。これなんですよ。で、これを使って、おっちゃんのが何をしたいかというとね、結構日本人って、この th の発音はこうだよって言って、ちょっと練習したら大抵みんなできるんです。例えば、私は思います。I think とかね。I thought 私は思った。There is a pen on the table とかね。
結構ゼーラのザラ、どっちも言えてると。そんな感じで、TH だと言えるんですよ。で、TH も気づいたこと、ゼロって極端なこと言ったらこうですよね。極端なこと言えば。せっていう音で、つまりそこまでベルを動かせるんです、日本人。ね。ということは、これだってできるっしょって思うんだけど、じゃあこれなんでできないのかなって考えたときに、いくつか理由考えられました。一つはやっぱり、このリーとリーっていう音が、日本人の中であまり区別がつかないから、そんなにやらなくていいんだっていう、何かどっき心に思いがあるんじゃないかと思います。で、もう一つはね、とっさだから、そういう、そこまでやらなくてもいいっていうのと、普段から使ってる筋肉の動かし方が、リって言ったらもうそこまで。つまり、日本人のやるリの音、例えばベロがこの辺で止まっちゃうと。リ、リ。つまり、ウィって、R の音の時にキュッと引いて、リってやるから、前に出す時に、でもなんか、こう、とっさだと、その動きに慣れてないから、しかもリって音似てるし、ラリルレロのリの辺に勝手にやっちゃうと思うんですよ。だけどさっき言ったように、think とかいうときはみんなちゃんとやってる。ということはね、身体能力としてあるはずなんです。ここまでポンと持っていける力っていうのが。そこでですね、おっちゃんがみんなに、説明してることね、っていうのが、この L の発音するときに、ここまでやってしまえってことなんですよ。で、実際ね、普通の L の発音と、ここまでやった L の発音で、この単語を読んでみます。こんな風になるんですね。一発目普通です。really。ね。really。これが普通です。次、th のところまでベロ持っていって、L の音出すっていうのをやっています。really。really。大丈夫でしょ ?really。これは、ちゃんとネイティブに聞いてもらって、なんか差があると。こっちでレイってやったときと、こっちでレイってやったときね。大丈夫って言ってました。OK です。OK です。なので皆さんね、ここまでやるんだって、ね、think とか they とか言えるんだから、ここまでベロ動かせるんですよ。で、意識をもうここまで持ってきれば、持ってくれば、もうできちゃうと思うんですね。なので今後皆さんが、really っていうときは、really、ここまでやってみてください。でそれで、ベロをガーンと前に持っていくっていう癖をね、つけてしまってください。それがもう近道だと思います。で、しかも発音としては別にここでやる L も OK とネイティブからも、言われているので、皆さん心配なくやってくださいね。なので、そんな感じで、もうとにかくね、really, really っていう時に、このまず運動が日本人には慣れていないという点と、頭の中でリーの音ってもうこの辺でいいんじゃないのってなっちゃうから自然とここで止まってしまうっていうのもあるので、これをガーンとここまで行ってしまいましょうということです。これで皆さん結構おそらくね really っていう時に、この L の発音もきちんとできるようになるんじゃないかと思います。で、ちょっと冒頭で言ってた、じゃあイギリス英語だったらどうなのっていう点なんですが、アメリカ英語だと R の発音っていうのはちょっと口すぼませてね、若干 W みたいな感じするんですよ、最初に。で、こんな感じ。We, really, really っていう感じにするんですが、イギリス英語だったら、まずそもそもあんまりギュッてした力入れなくていいです。で、口はなんとちょっと横に開くといいんですね。そうすると、really, really っていう感じになります。今からね、アメリカ、英語、イギリス英語、アメリカ英語、イギリス英語っていうふうに交互にこの単語の発音をやっています。really, really, really, really っていうようなこんな感じですね。ということでね、今回の動画はこれで以上なんですが、まあ、おっちゃんはね、東京、名古屋、京都、大阪で発音セミナーも開いたりしてるので、ご興味のある方はもう、このね、単語レベルじゃなくて、文をどうやってペラペラに言えばいいのかっていうその発想で、やり方をお伝えしたりして、受講者の方の発音ガラッとね、変わってるので、ぜひまたセミナーに参加してもらえたらなと思います。でまたチャンネル登録まだされてない方、ぜひぜひやってください。ということで、今回以上です。またよろしくお願いします。See ya! Bye!